左から東商平、一人置いて、馬方も、劉白将、高木伊佐を、一人置いて薄いっぱば、方後は、中華民国の軍人。国民軍出身で、後に、国民革命軍に属した。字は、恐れ。茅県立高等小学堂、補定育徳中学を経て、北京京沿学校余下に入学する。1915年、陸軍第六市に入隊し、 随衛学校で訓練を受けた。1918年、保定陸軍軍艦学校第8期砲兵科に入学し、1922年に卒業している。これ以後、馬砲後は、第3根性旅旅町村学配下に属し、国民軍成立後の1925年には、砲兵団団長に昇進した。五元受け死後の1927年夏に、 第5軍特殊兵旅旅長に昇進し、同年秋には国民革命軍第2集団軍第20軍第59市市長となっている。北伐完了後も、馬砲後は兵玉将配下として繁将解析戦争を戦う。1929年秋、第6軍第12市市長となり、中原大戦では第5市副市長兼第13旅旅長を務めた。 票敗北後は国民政府中央の再編を受け入れ、1931年1月に陸軍不表第一市副市長、同年夏に第39市副市長となっている。1935年4月、陸軍中上区組を授与された。日中戦争勃発後、馬砲後は第39市市長に昇進し、助手改選に参戦した。1938年8月、 第40軍副軍長を兼任し、翌1939年11月、第106市市長に移る。1942年5月、第40軍軍長に昇進した。1943年6月、河北省政府主席代理となり、12月、被殺戦区副総司令兼河北省保安司令にも任ぜられた。1945年5月、中国国民党、 第6期中央観察委員に選出され、6月には第11戦区副司令長官権第40、軍軍長となった。ところが、日中戦争終結後の11月1日、馬砲後は、簡単戦役で八祖寺軍と交戦して、惨敗、捕虜とされてしまう。翌1946年1月、重慶で開催された政治協商会議において、 新四軍軍長洋長と馬を捕虜交換することで、国民党と中国共産党が合意、間もなく二人とも釈放された。釈放後の同年三月、馬は北平行長屋補定水税公所副主任に任せられ、同年末には、天津警備司令となっている。1948年6月、河北省政府委員となり、翌1949年4月には、 相当府参軍に任せられた。国境内戦敗北後は台湾へ逃れ、行政院顧問となっている。1992年1月24日、台北市にて病没。去年99。ありがとうございます。